うちが相手をするわ。さあやっちまいな、雪乃。溶けてしまわん、大丈夫？ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、偉大島に乗って、ひふき島に向かうらしいんやけど、もうここから乗ってったんでいいんかな？乗れる？どこから乗れるん？あ、びっくりした。なるほど、こっからか。なんかところどころさ、あ、ポケモンがある。これ何？マンタインかなんか？でもこれあれやね、水上でモンスターボール狙い定めに行く。いいね。めっちゃ近く。めっちゃ近くで投げつけたけど。お、やったね。タマンタやって。タマンタってあれよね。そのマンタインの進化前ってことよね、きっと。ちっちゃいし。これスピード上げれるんかな？違う、やめて。あ、ジャンプできる。ただジャンプして移動するのと普通に移動するのって、どうなんやろ。スピード変わるんかな。でもさ、あれさ、めっちゃ、回り込むってことかな？水上から行って。じゃないとあれ思いっきりなんか陸地よね。マークがあるの。あ、なんかその辺のちっちゃい島にもポケモンがおるよ。さっきのムックリやったけん。すでにゲットしてるけどね。あ、木が生えとる。あまりにも離れとったらちょっと、島の形とかよくわからんよね。何があるんかとか。近づいたら結構見えてくるような。この子多分ゲットしてないよね、私。どうや。はい、来たー。カラマクシー。イエーイ。そこにもなんかあるんやけど。気のせいか。なに？絶対あれやん。目が赤いやつやない。違う？気性荒そうな感じがしたけど。いや、びっくりした。目のクラゲ。めっちゃいっぱいおる、目のクラゲ。太陽の隠れ家とか書いてたけど、クラゲが大量発生しとるよ。あそこにもなんか2本木が生えとる島が。小さい島がめっちゃいっぱいあるね。あれ、なんか横移動しよる。カニかな？海藻の楽園。あ、この島ってことか。あ、火山ある。この島や。ひふき島。きっと。あ、この船でやってきたってことやね。野党さん姉妹たちは。この船に3人プラスでっかいガーディ？確実に沈まん？絶対沈むと思うんやけど、そんなの。よし、向かうぜ。ひふき島。あ、なに？ちょっとしか乗れんかった。ここまでやった。ふぅ、ひふき島。汗ばむというか暑いですね。しかし、幽霊と野党というのも妙な組み合わせと言いますか。申し訳ないのですが、アイナさんに先導してもらえるとありがたいとか思ったりして、すごい回りくどい言い方。あー、ガーディ、今頃どんな目に遭っているのか。ひどい目には遭ってないと思うんやけどな。なんとなく。うわ、こんなん暑いに決まっとるやん。ねえ。あ、ほら。なんやった？なんやった？頭の中にさ、ビーバーって言葉が出てきた。違うよね。ブービーか？そんな名前やった？あれ、ちっちゃい子はさ、あれやろ？ブビーやろ？そんな名前やったっけ？そんなに似た名前やったっけ？なにこれ、当選簿されてないよね。思いっきり通り過ぎれたわ。おったおったけど、あれ何？ゲンガーの前におるポケモン。あ、ガーディーか。お、なんか対峙している。ほら、進化しなさいよ。ここに来る勇気のあるポケモンは進化すると言われていること。うちらは調べたんだから。進化しなさいよって言われても、本人も困るんじゃない？お前強くなるぞ。バーバー？進化したらキングになるんかな？そんなことはない？ゲンガーできえな。また来たお邪魔虫。うちが相手をするわ。さあやっちまいな、雪乃。溶けてしまわん大丈夫？この環境で。野党のおたけが勝負を仕掛けてきた。ほら、かわいそうよ。こんな火山地帯でね、雪男出してくるとか。キノコ、火炎車で。こっちはもうなんかね、きっちりこの場所に合ってますって感じのポケモンやけど。へっ。効果は今一つだ。だって連続で攻撃とか効いてないです。キノコ。よし。一匹だけなんやね。消せないわ。なぜ敗北するのよ。弱いからだよ、君が。お、なんか新しい技ゲットしたっぽいよ。でもね、なんか、毎回毎回ちゃんと何の技を覚えたかを教えていただきたいんやけど。火山が熱いからさ、雪の王も本調してなかったの。つまり、手加減してやったってことなの。やっぱそこは、気づいてはおるんやね、ちゃんと。だいたいこんな熱い場所で戦うなんて雪の王かわいそうだろ。自分がやったんじゃねえか。アレンシャだけどな、雪の王を戦わせたの。行け、ドクロック。毒まみれにしてやりな。一人ずつで一匹ずつってことかな。野党の多めが勝負を仕掛けてきた。ここは何で行けばいいんやったっけ？マグマラシじゃなくってさ、不安定か？不安定やったっけ、名前。フアライドやった。はい、フアライドに変えます。ドクロック君メスなんだね。あー、毒が。毒が。いけ、ねん引き。いい感じ、いい感じ。あ、毒でじわじわとやられていく。次の毒でちょっと危険そうじゃない？あと2回ぐらいかな。よし、とりあえずやっつけた。決着。このすっとこどっこい。ああ、己に腹が立つ。自分に？さあ、あと一人は？梅のように酸っぱい負けの味。言ったよね。私、銀河団に恨みがあると。関東から出張ってきてからの恨みつらみ、あなたに八つ当たりだね。関東から来たんすか？まあ、ここがどのあたりなんかは知らんけど、関東地方から比べて。野党のお松が勝負を仕掛けてきた。お松はサイドンを繰り出した。サイドンってことは水系か？水じゃないっけ？サイドンって地面じゃなかったっけ？待って、フローゼルで行きます？フローゼルで行きます。でも相手だいぶなんか、レベルが上がってきたね。よかった、ちゃんと地面タイプやったっぽいね。え、君は2体持ってるの？マジかよ、おい。しかも結構なダメージなんですけど。だって、これさ、フアライド出したいんだけど。あー、なんか出したらすぐやられるよね、これ。とりあえずさ、一旦、ポケモンじゃねえ。ポケモンじゃなくて、一旦、出す前に回復しておいて、あー、寝た。ね、寝たよ。これ毒食らったまんま回復しとんかな？してないよね。まあ、しかし毒消しがないという。よし、フアライドで行く。さあ、来い。あれ、なんか毒。そう、せっかく、なんてことだよ。あ、レントラーいけそう？噛みつくで。レントラーでいくわ。あれよね、エスパーとゴーストはお互いに効果抜群なんやったっけ？確かそんな感じやったよね。おっしゃー一発でやられて一発でやり返した。よしよし。深くね。クールだな。イエーイ。みんなレベルアップ。待って、全員敗北何急に。さっきすごい冷静やったよ、君。姉さん、雪の王も多めの毒ロックも回復させたわ。こうやってずっと元気にすれば、傷薬のある限り戦えるってわけ。やめてよ、めんどくさい。お、何？あ、やってきた。ぐな。何このおちびちゃん。一発に邪魔するなって、ちっこいくせに。バーバー。やっちまえな、毒ロック。暑くて悪いけどさ、生きない雪の王。一応気遣う気持ちがちょっと出てきとる。ガーディおよしなさい。勝てっこないのです。そういう君みたいなおちびちゃんではちょっと。ガルナさんどうしてここに？ガーディと待っているはずでは。そういう感じやったん？普通に後から追いかけてくるんやと思っとった。あの子が飛び出して海を渡り島までやってきて。あの子泳いできたん？マジで？全然偉大党じゃなくてよかったよ。あんなに海を、父である先代キングが消えた海を恐れていたのにですか。やっぱ同じガーディが心配やげん。かな。仲間思いなんやね。お、うおーん。待って、ポケモンの回復をしたいんですが。くぬん。この島にさ、ベースキャンプはないんですかね。お？進化したんですけど、勇気を示しましたね。先代キングの子供が進化を。勇気とは海を渡ることではなく、困難に向かう強さを示すこと。なんだよ、そっちが進化するの？じゃあ、どうなるん？ねえ、なんかおかしくない？何？なんか空の亀裂が。なにウィンディーに落ちた？なんか出てきたんですけど。より狛犬感が強まったね。誰？別の子？今の子？ガラナさん危ないですよ。仙台キングとか？うおーん。ぐの。どうしたのですか？不思議な雷を浴びて、荒ぶったのですよ。他のキングやクイーンと同じように。ですから、この島に来るのは家でしたのに。あ、じゃあ、さっきの子なんやな、これは。別のが現れたんかと思った。ああ、もうさっきまで有頂天気分だったのに、元おちびちゃんのせいで台無し。元おちびちゃん。妹たち逃げるよ。命あってる物種だからね。おい、待てよ。お待ちなさい。あなたたちのせいで。今からこれ戦う。めっちゃ巨大化したね。もともとでかかった方のガーディと比べたらめっちゃでかいのが分かったよ。ガラナさん、僕たちも逃げますよ。このままではウィンディに襲われます。さあ、アイナさんも急ぎましょう。いや、まあ、回復はしたいんだけども、あの子をキッパでいいんすか？ガラナちゃん。おう、来た。ガーディ。いえ、ウィンディをどうするの？見た？もう。私はあの子の世話をするキャプテンとして、あの子を守ります。全力で。アイナ様、荒ぶるウィンディを沈めるには。はい。またしてもそれね。沈め玉だよ。カイ、どうしたのですか？私だって真珠団の長だよ、ガラナちゃん。さっきは流しましたが、その呼び方をおよしなさい。でもそうでしたわね。雷の杭でポケモン呼び、広大なシーンのどこにでも行く。だから長に選ばれたのでしたね。荒ぶるキングについてもちょっとは詳しいよ。特殊な技術でポケモンの鉱物を沈め玉と称して投げるんだよ。ね、アイラさん。じゃあ前までのあのやり方で、要は主に人間である私が頑張るわけやね。でしたらガーディの鉱物は僕持ち歩いています。偉大塔の鉱物を作るとき、炎を出してくれるお礼として。さすが鈴木様、手際の良いこと、沈め玉とやら作れますね。はい、作るとしましょう。沈め玉って全部一緒なんかと思ったら違うんやね。その子その子によって違うってこと。できました、沈め玉です。沈める用意ができましたら、僕に声をかけてください。回復がしたいんですけど。溶岩の戦場で島キング、ウィンディを沈める。うわ、もう島キングになってしまってるじゃねえか。これはさ、一旦どっか行かんといかんってことかな。ってことは、砂浜ベースで回復してくるわ。はい、休みます。マグマラシたちは休んでみんな元気になった。で、とりあえずウィンディ。間違えた。間違えた。どこ行った？あ、これか。フローゼルすぐに出せる状態にしとこ。で、あとは、いける？あ、いけるいける。溶岩の戦場。はい。オッケーです。アイナさん、行かれますか？行きます。ではアイナ様、キングとなったにもかかわらず、荒ぶり苦しむウィンディをよろしくお願いいたします。気をつけて、先代のウィンディは立ち止まって光を集めた後に、強烈な攻撃を繰り出していたよ。え？じゃ、それを受け継いでるってことをやめてよ。回避している間は技を食らわないからね。うわー、こっち向いた。うわー、めっちゃ恐ろしいやん。てか、その辺あれやんね。そういえば、マグマが。待って、溶岩に片足突っ込むわけにはいかんけんさ、めちゃくちゃ足場狭いんじゃない？はい、来たー。怖いって。近いって。あ、待ってくれ。これ別にあれかな、落ちることはないんかな。いやーびっくり。あー、待ってくれ。怖い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 。あ、これびっくりした。あれの間、全然攻撃効かんのかと思った。ポケモンを投げて戦え。いけ、フローゼル。よし、ウィンディに力を示し、チャンスをつかみ取れ。水の波動。イエーイ、効果抜群。待って、全然体力が見えてなかった。2回連続、あー、ちょっと待って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 。速攻でやられたんですが。あ、マグマラシの転がるでもいけそうな感じか。なるほどね。じゃあマグマラシでいくわ。よし。地面もいけるんやね、炎タイプ。オッケーオッケー。待って。いけ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 。連続で。あ、怖い怖い怖い。あー。待ってくれ。あー、怖いけど投げ続ける。いやー、助けてー。このさ、ポケモン使わずに人間体でもさ、めちゃくちゃ頑張らんといかんのつらいよね。待って、なんかめっちゃ渦巻いてない？大丈夫？あ、近い近い。これ怖いよ。待って、めっちゃ渦の中にいるんですけど、これは大丈夫なの？これは大丈夫なんですか？当たってない。キャー、近い近い近い。ゴゴゴゴゴすぐ横におったのに全然気づかれてない。え、待って、あー燃える。私これ多分正面におらんかったら大丈夫なんじゃないだろうか。当たってない当たってない。この辺キャー、ひえねえ、今のピッ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 って何？私の体力がってこと？ういあ、超近い、怖いめっちゃくちゃ近い。キャー、あ、これもしかしてですよね。これ自分の体力どこでわかるんやろう。あゆのは目の前が真っ暗になった。ウィンディとの戦い。ウィンディが力をため始めたら絶対に避けられない火炎攻撃の前触れです。避けれんのや。相手が力をためきる前に急いで沈め玉を当てまくり攻撃を阻止しましょう。なるほどね。じゃあずっとあれか。ためきれてなかったってことは相手はずっと。あ、再挑戦します。はい。ゲージ引き継ぎ？ゲージ引き継ぎを選ぶと、荒ぶりゲージを減らした状態で再挑戦できます。あ、じゃあそれでお願いします。てかこんなんさ、みんなゲージ引き継ぎにせん？普通に。だって別にこっち、ゲージ引き継ぎしたけんって何か、うわぁ何かを失うわけじゃなくない？ねえ、別に、代わりの条件みたいなのもなんもなかったし。あれ当たってないの？今の私に。何もダメージ受けなかった気がするんだが。あれ当たってない。あれ私無敵違うよねあ、今のは当たった。今のは当たったぞ。キャー、ギリギリ避けれとるってことか。ギリギリすぎるけどねそして真横から当てよったら全然こっちに気づかんという。今のはいかん。今のもしかしてダメやった？あ、びっくりした。こっちがやられたんかと思った。早すぎよねなんだ、ちゃんと避けて当てれとったんやね。よかったよかった。どう、静まった？あ、元通りになった。よかったよ。あ、進化できるよ、マグマらしい。爆風雲か、次は。おお、ウィンディから抜けた不思議な光が、時空の裂け目に消えていく。何かを放出されて、暴れて、やけにそれを吸い取られたってこと？そのまんま。今度から、君がキングなのかな？ウィンディから火の玉プレートを受け取った。火の玉プレート、炎のタイプの石板。あるポケモンに使うと炎の力を得る。裂け目の先には一体何があるのです？知らねえ。この、まあ、そりゃ裂け目の先から来たっぽいけどさ、私は。でも知らないんだな。え？ウィンディの鳴き声が2匹分。あ。あれ仙台じゃない？前、幽霊か。なるほど、そういうことでしたのね。ガーディ、いえ、シマキングウィンディ。あなたと私、それぞれの役割に従うため、離れて暮らすことになります。ああ、急にちびちゃんが離れて暮らすことになっちゃうの、悲しい。シマキングとは一緒に暮らしたらいかんねやね。守り神やけんってこと？大丈夫よ。あなたは強いもの。私なんかよりはるかに。たまたまあそこで勇気を示してしまってさ、進化したことによって、なんかかわいそう。さっきまでめちゃくちゃおちびちゃんやったのに。キングとキャプテン、それぞれの役割を果たしましょう。行きなさい、キング。でももう行くしかないんやね。これでキングのおらん島はなくなったわけや。先代のウィンディの鳴き声が聞こえた気がしたのは僕だけですかね。いや、そんなことないよ。なんなら姿も見たよ。鈴木様だけですよ。あれそういうことにしておくのね。やめてください。僕は怖がりですので、幽霊の鳴き声を聞くなんて。怯えさせてごめんなさい。私にもちゃんと聞こえましたよ、仙台キングの鳴き声が。きっと見守ってくれていたのです。私以外にもずっと。アイナ様、キングになったあの子を沈めてくださり、心より感謝申し上げます。いえいえ。後を押し付けちゃいますが、あちらの世話もお願いしますね。あちらの、はい、任されます。では行きましょう、すき様。よくこんな場所でみんな涼しい顔して話せるね。確実に汗だらだらやと思うんやけど。アイナさん、私は見ているだけだったね。ガーディをキングにできない。ガーディをキングにできないガラナはキャプテンにふさわしくない。新時代の皆がそう言うから、特訓でもさせてはどうかと進言して、ガラナちゃんに叱られたこともあって。あの子は目の前で親が死んでいくところを見たの。心に深い傷を負っているそんな子を、特訓をするのがキャプテンなの？それは、ガーディの話か。ガラナの話かと思った。そう言われて、しかもスマキングとなり、アラブルウィンディに対しても何もできなかったよ。まあ大丈夫。スズメ玉ね、持ってきてくれたし。遅れてやってきてスズメ玉を作っただけなのに、アイナさん褒めてくれるの？こんなにちっぽけな私なのに？めちゃくちゃネガティブやね。大丈夫、大丈夫。私を隠してお世話になって、新時代をどうしたいとかもない。それゆえ、古臭いと言われても、昔からの風習や場所を大切にしようと。で、アイナさんを見て分かったよ。私、翡翠を守りたいんだ。まあね、自分の生まれ育った場所やしね。アイナさん、またポケモンを戦わせてよ。相棒と共に戦うことで、あなたを助ける力を得て、私の世界を広げるから。は、人を踏み台にしようと。ね、とりあえずさ、回復させてくれる？ガラナちゃんまた教えてくれた。後でお礼はないと。それに、ススキウジとの関係も切らさないと。ススキウジ。死じゃなくて。じゃあね、アイナさん。ここは厚切るから退散するね。あ、今ここで戦うわけじゃないんよね。